2月の分の売り上げを見ていきたいなと思います。いくらになったんでしょうか。4月の29、30でここでまさにポップアップします。何か購入していた方にはね、先着でどんどん渡していこうと思いますので、はい、本日はですね、ジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなというふうに思います。ということで、まあこちら毎月恒例とはなってるんですけども、結構ね、見ていただいててね、僕の取引先とかもね、あ、なんか売り上げすごかったですねとか言ってもらって、なんか思わぬとこが見てたりとかしててね、あんな売れるんですねなんて言ってびっくりされたりしてるんですけども、まあ、僕どっちかって言ったら視聴者さんに見てほしいんやけどもね、まあ結構通な人も見てくれてるということで、引き続きやっていきたいなと思うんですけど、まず最初売り上げからいきましょう。とにかく金額を出していくんだということでね、包み隠さず出していこう。一部の人にはね、たまにこの間言われたけど、あれってほんまですかって言われたけど、これガチなんよ。これもうスクショ撮ってるからガチですからね、やっていきたいなと思いますので、ではまず見てもらいたいなと思います。はい、まあ、このようにね、僕らはベースの画面こうやって見れるんですよ。で、普段お客さんは見れないですけど、僕は見えてて、こんな感じで見えてて、じゃあ、売り上げをまず発表していきましょう。2023年の2月の分の売り上げを見ていきたいなと思います。ではですね、いくらになったんでしょうか。はい、出てきました。ということで2月はドン、ちょっとね落ちましたね、724万8340円ということでね、本当いつも購入していただいた方ありがとうございます。12月から考えると、11月が900万、12月が800万、ちょっとずつ落ちてはいてるんですけども、まあこれはね仕方ないことっていうか、毎年そうなんですよ。12月をピークに、まあ、何言い訳してるんって感じだけど、言い訳してるわけじゃないけどもね、まあそんなことになってますので、本当に皆さんに買っていただいたおかげですので、ね、ありがとうございました。工場の方にも追加発注してるし、共有新作とかにもお金がかけれてるので、そうやってまあ回っていってる、まあ、日本代表ですね、なってるということで、あ、日本代表すごい、ハラハラドキドキさせていただいて、皆さんありがとうございました。すみません、決勝とかいろいろね終わったと思うんですけども、撮影してる時がなんせまだ3月の6日でございます。だから日本の WBC すら始まってないんですよ。だから今どうなってるか知らない、結果はどうなってるか出てると思いますけども、優勝したのか優勝してないのか、そもそも決勝ラウンド行けてないのかちょっとわからないですけども、まあ、それでもね、もうジャパンメディアの服はどうでもいい、とにかくそんなことよりも日本代表を、ね、応援したいという気持ちを込めて来させていただいてますので、よろしくお願いいたします。ではですね、皆さんのレビュー、どんなレビューをいただいてたんかっていうのをね、厳選されたやつ を発表していきたいなと思います。レビューだけでもね、1ヶ月何十件っていただくんですけど、その中でもこれ良かったんちゃうかっていうのがスタッフの人に選んでもらってますのでお話しています。まずはですね、ネックレスですね、無事届きましたと、商品発送の方も、梱包も迅速丁寧で満足しましたというところで、着用してみたらめちゃくちゃかっこいいですし、高級感満載ですということで、また丁寧な職人さんの仕事ぶりに商品が反映されていましたということで、値段はそこそこしますが、それに合う満足度を得られましたということで、クーポンなど特典があれば、なおありがたいですということで、また12月とかに出るんかな、ちょっとね僕からは出してないんですよ。だからベースさんの方から出ると思うので、これベースさんね、たまに見てたりするんですよ。ベースさんもね、タコさん売り上げいいですねなんて言って、こういろいろお話いただいたりするので、ベースさんもね見てたら、ちょっとクーポンまた出してくださいよ言ってね、よろしくお願いします。で、まあ次ゴールドのブレスレットですね、実はブレスレットもゴールドあるんですけど、まあ今までゴールドのブレスレットってね、こんな野球選手みたいな、ゴリゴリの野球選手みたいな、色黒でムキムキでゴールドつけてというイメージだけど、じゃなくて結構細身やったんで、綺麗なので買ってみたいと思って買ってもらいましたというところで、まあ実際買ってよかったなと思いましたということなんで、まあブレスレットっていうジャンルに対しての値段って考えたら非常に高い。これで確か20センチやったら6万とかぐらいするんですかね。だから非常に高いんですけども、まあ価値、ゴールドプラスずっとつけられるって考えたらね、良かったかなと思いますということで、次はシルバーのブレスレットなんやけど、まあ、それはネックレス実は購入してたんやけども、ブレスレットも買おうかなって迷ってましたと。で、あったかくなるにつれてね、袖口こうやって見えてくるから、ちょっとつけようかなと思って購入していただきましたということで、ありがとうございます。で、これ大事なことありますね。2日後には届く素早い発送なので、嫁蔵さんの需給もアップ間違いないでしょうということで、嫁蔵にもまた言っときますし、ちょっとアップもね、そろそろアップしたろかいでね、じゃあどうなんするって100円アップしようかって言ったら、わー嬉しいって言ってくれると思うんですけど、ほんま最近彼女発送ミスなくてね、頑張ってくれてます。で、次はトートバッグですね。ちなみにあとブレスレットだけじゃなくて、アンクレット足も出てますのでね、もう出てるんかな、出てると思います。また見てみてください。トートバッグ仕事用としてガンガン使用しますということで、年を重ねるたびにね、持ち歩く必需品っていうのが、まあ例えば薬とかもね、なんか増えたりとか、いろいろ香水持ったりとかね、いろいろアクセサリーとか、そのお弁当水筒とかね、いろいろあると思うんですけど、まあ大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズ感ですということで、持ち手の皮の部分をね、最初より柔らかくなって自分の手の形に合うようになってきて嬉しいですということで、よかったです。あれもサンプル 2,3 回作り直して、大きいバージョン、通常バージョン、ちっちゃいバージョンで作ったけど、やっぱ通常が一番良かったんであれにしたんですけどもね、そんなことでありがとうございます。で、ボディバッグもね、喜んでいただきました。外側のテープも開封しやすいように折り返しをつけててくれてたりということで、中も綺麗に入ってましたと。で、高田さんのファッションは自分にはドストライクなんで、今後も気に入ったものは購入させていただきます。この格好はドストライクじゃないですよね。どう見てもこんな格好して外ボ
出てませんからね、この発言今読んじゃうと、こんなに憧れてんのというふうに思われるかもしれないですけど、普段は違いますので、たまたまこれ見たよって方はね、今日はこうなんやと思っておいてください。次の方もね、ボディバッグ大のサイズでちょっと迷うんで、問い合わせもしてもらったんですけど、まあその時にね、長財布やからやっぱ大サイズで良かったなっていうことでね、安心していただきました。問い合わせの時でも長財布なんですけどどうでしょうって言われて、長財布はとにかく迷わんと大の方に行ってみてくださいと、じゃないと小はねほんまに入れたり出したりするのしづらいんですって言ったんですけど、それを聞いていただいて大にしたということでしたね。で次はパーカーの方、着心地とかフードの立ち上がりとか何より想像以上の高級感があって大満足しますということで良かったです。そして次黒パンですね。黒パンは今日は僕履いてませんけどね、ノースレス履いてるけど、黒パンの方はね、履き心地とか、丈感とかね全てにおいてパーフェクトでしたということで、この黒パンに関しては丈結構なんていうの、もともと短めに設定してるので裾直しするって方は多分少ないと思います。だから逆に足りひん可能性はあっても裾直すって方は少ないんちゃうかなと思ったりしますけど、長かったら折ってもらったらいいと思うんですけど、あまりの履き心地が良くて高望みしてしまいましたということで、ある程度ね色の展開とかもしてもらって嬉しいかなと思いますということで、これに関しては実は究極の黒パンって言ってるじゃないですか、商品名がじゃなくて大人のグレーパンツっていうのもねスラックスで作ろうと思ってるんですよ。だからそれはまたサイズとかもちろんゆったりした感じのスラックスなんですけどもね、そういうのもちょっと冬に向けて作ろうかなと思ってるので、楽しみにしておいてください。やっぱグレーパンツはねなかなか意外とね手出しづらいっていう方いらっしゃるけど、黒のアウターにやると絶対合うんですよ。だから特に冬場とか使ってほしいなと思ってね、冬用に出そうかなと思ってます。でこれからは黒パンですね。シルエットとか質感とかポケットの角度はどれもとても最高でしたと。ただポケットの中が少しちょっと深いかなと思いましたということで、確かにねちょっと深めに設定してるので、逆に言うとすぐポロンとは出てこないんですけど、深いと、逆にそれはそれで違和感あるっていう方もいらっしゃるので、それは非常にねありがたいお言葉やなと思います。で拓造さん、嫁造さん、サインありがとうございました言ってるけども、サインもまた言ってもらったら書きますのでね、ぜひぜひ言ってみてください。60過ぎの親父ですが到着後すぐに梱包を回復しました。見た目がガチガチの綿パンと早速試着してみると履きやすい、なんだこの感触、自然に笑みがということで、これが第一印象ということで、本当にその文章の方から、喜んでいただいているのが伝わってくるかなと思います。ほんまね綿パンに最初見えるんだけど、履いてみると綿パンじゃなくてなんか普通にスラックスみたいにパッて履けるんですよ。今ちょっとないけどね。だからそんな感じですね。で履き心地は良くて、究極に最高ですということで、喜んでいただいたというところでした。で腰ゴムがかなりきついので長い紐の使い道がないかもしれませんということなんでね、紐を取っても大丈夫なんでしょうかって言っていただいてますけど、紐を取ってもね全然問題ないです。ウエストゴムなんで基本的に紐縛ることって僕もないんですよ。だからもう紐邪魔やなと思ったら取っちゃってもらっても、全然問題ないです。でまた必要な時につけるっていう手も全然あるんでね、それでいいんちゃうかなと思います。はい、ということで以上レビューになっていました。で次がねイベントが実はあるのでイベントの話とかしていきたいんですけど、その時にこの辺の新作ずらっと並んでくるかなと思うんですが、もう残念なことにナイロンジャケットに関してはこのカーキっていうのはもう第1回の予約で終わっちゃいました。で生地がちょっともう確保これ以上できなくて、次の確保がいつなるかわからないんですよ。だから追加生産かけてるので、ブラックとかベージュはまだちょっと入ってくるんですけども、もうカーキに関しては一旦今年っていうかこの春はちょっともう無理かなっていうことで、第1回の予約を購入された方で終わりっていう感じです。でまた後にどっかで出すかなみたいなイメージを持っておいてください。またポップアップ来ていただいたら色味とか見れるんで、こんな感じの色味してんねやと、特に映像とかってあんま分かりませんよね。だからどんな感じの緑なんかなと思うんやけど、これねちょっと今映像で見てるより実物見た方が綺麗な色はしてるんですけど、そんなんとか、あとシャツですね。シャツこの4種類、これもええ感じで仕上がってるでしょ。このベージュっぽい、シャツとか、このブルーのシャツとかね。でこれは次グレーなんですよ。比較してみるとこんな感じ、若干色ちゃうでしょ。でちょっとこっちの方がなんていうの、こう大人っぽい品のある感じで、こっちの方がちょっとカジュアル感のあるようなシャツになってるんですけど、こう着用画像出てると思うんですけどね、そんなんとかブラックとかはあるんですけども、これはおそらくポップアップにはもうなくなってるんちゃうかなと思います。でこのショーツとかもね、和紙ショーツですね。縦糸はインディゴなんですよ、デニムのコットンの糸で、横糸が和紙なんですよね。これひっくり返すとこの白いの全部和紙なんですよ。だから和紙やからこう匂いとかも消臭効果もあるし、あと軽いんですよね。だから旅行とかにも持っていけるしっていうことで、さらにこの経年変化もする、デニムやからね、縦がデニムやから経年変化もしていくっていうことで、4月の29、30でここでまさにポップアップします。ただこの撮影場所は2階やから来れませんけど、1階でねポップアップして、もちろん僕もいてるし、嫁蔵もいてるし、弟もいてるし、もしかしたらふーちゃんにも来てもらうかもしれんけども、そうやってスタッフが多分いてると思うので、僕と写真撮りたいって思う変な人がいてれば撮りましょう。で撮りたくないよっていう人は別に普通に見てくれたらいいだけやし、でその時にちょっと先着何名になるか分からんけど、もうこれも作りました。ジャパンメディアのポップアップのモーテルキー、これは無料で配ります。だから別に、これ値段取るつもりないので
来ていただいた方にね、プレゼントしたいなと思います。以前はなんかステッカーとかシール渡してたんやけども、まあ、今回はこのね栃木レザーの、モーテルキーをプレゼントしたいなと思ってね、2023のまあポップアップストアって書いてあるんやけども、これを用意しました。でこれはちょっと先着でお渡ししていくので、もうなくなったらもう終わりなんで、実はねこれってまあちょっとエコーも考えたんですけど、この上の時計とか椅子とかありますよね、これのために革仕入れたんですけど、その余りっていうかもったいないやつあったんですよ。だからそれをなんかどうにかできひんかなっていうことで、これモーテルキーにしたら再利用できるじゃないですか。でモーテルキーにして喜んでくれる人もいてるし、このためだけに作ったから、まあプレゼントしたいなっていうところで、何か購入していた方にはね先着でどんどん渡していこうと思いますので、まあ29、30名、30日、30名とかぐらいなんちゃいます。もうあくまで歯切れで作ってるやつなんで、あの汚いとかはないんですけど数が取れないんですよ。だからまあほんま残った分でなんか隙間埋めていって、作っていくって感じで思ってますので、まあ、もし欲しい方がいらっしゃったらね、見てみてください。でポップアップなんですけど、関西で今回大阪でするんですけどね、大阪はこの事務所でするでいいんやけど、東京もね9月か10月にはしたいなと思ってるんで、まあ、関東で待っていただいてる方はね、今回横浜とかないんかいなとか東京ないんかいなと思っていただいてる方は、秋口に来るぞと、やつが来るぞというふうに思っていただければね、僕はなんかいろんなもん引っ下げていくと思います。秋口になったらもうちょっといろいろ出てきますよ。ちょこっとセカンドチャンネルでも見たけど、幻のダウンジャケット出てくるかもしれないんでね、まあ、それもしサンプルあったらサンプル持っていくけども、まあ、その辺もまた楽しみにしていただければなということで、本日はですね、売上2023年の2月の売上発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。